お湯を沸かす。その傍らで女性が空を行く狩りに気づいたシーンを表す江戸時代の浮世絵版画。1789年から90年頃の作。朝文斎詠詩の六花仙黒主。思い出て恋しき者は初狩りの泣きて渡ると人は知らずやと大友の黒主の歌が記される。その右に折れ曲がる列を作る秋の初めの空を飛ぶ狩りの群れが見えます。東屋の屋根の下では3人の人物たちが安定した直角三角形を形作っています。鉄瓶のかかった火鉢に当たる少女の隣で外を指で指す女性に注意を促されたためか、キセルを手にして立っている女性は眼差しを空に向けて歌のテキストと秋空を行く狩りの方へ、私たち鑑賞者の視線を導く役割を果たしています。